キー型戦艦は日本海軍が88艦隊計画で計画した戦艦である4隻の建造が計画されていたがすべてワシントン海軍軍縮条約で寄港前に建造中止となった88艦隊計画の完成案である88艦隊案の予算が1919 19年に提出翌1920年に成立し加賀型戦艦と 天城型巡洋戦艦に続く第9号艦以降の戦艦、巡洋戦艦の計画が進められていた。当初は建造期間や予算の問題から、カガ型や天城型の同型内市一部改正型の追加建造を検討していたが、その途上で火力や防御力でカガ型を上回るサウスダコ多級戦艦の建造情報を入手したこともあって、 両兵側からサウスダコタ級に対抗できる新型艦を要求する声が高まった。また、同時期に平賀譲るが4連装砲塔の採用を上進したこともあり、1920年春から磁気戦艦に搭載する手砲口径や砲塔形式を検討する手砲研究会が軍令部参謀であったアボギヨカズを長として開かれた。 手法研究会では4 1ンチ砲の50、後継化による威力の向上や、将来の4 6ンチ砲、採用、4 1ンチ3連装砲塔を4機、搭載する12門艦の早期建造を提言したものの、1921年度の機構を予定していた88、艦隊計画の第9号艦と第10号艦には、新型手法や砲塔の準備が間に合わないことから、 天城型巡洋戦艦を元にして一部を改正した戦艦を建造することになった。このため、兵装や機関出力は天城型と同一で、線形もほとんど共通であるが、天城型と比較して、原則や艦板、主砲等等の走行を1インチから1インチ半増圧、煙時や通気口への防御艦板追加で、加賀型戦艦を上回る防御に強化したことにより、排水量が、 約1400から1600トン増加するため、速力は天城型より低下して29.75ノットになるとされていた。こうして88艦隊計画の第9号艦と第10号艦をキー型として建造することは決定し1921年10月にキー終わりの建造訓令が出された。一方で1922年度以降の建造が 予定されていた第11号艦と第12号艦については、キー型の船体を基本としつつ、主砲研究会の提言通り新型の主砲や、砲塔を搭載する案、船体規模を5万トン前後に大型化する案なども、検討されていたが、ワシントン海軍軍縮条約の締結により、キーと、終わりは、飛行を待たず中止、第11号艦と、第12号艦も詳細な設計には至らず、 中止された。後の、長山と型戦艦は、キーと終わりの名を受け継ぐ予定であったとも言われる。ありがとうございます。